野球評論家の張本伊佐氏77が20日放送の TBSK サンデーモーニング日曜全8時で福島県白川市からバーチャル出演したスポーツコーナーでスタジオには野球評論家の荒木大輔氏53のみが登場し司会の関口博史74がお隣のうるさいおじさんですが今いませんがと明かすと 張本氏がバーチャルで登場し、被災地の福島に野球を通じて、激励にやってまいりましたと明かした。張本氏は、さらに、それとね、地元の合津誉まれ、唐橋くん、たくさん飲んだからね、おいしかったと、スポーツコーナー担当の唐橋弓穴へ呼びかけた。合津誉まは、唐橋穴の実家が、倉元の福島の地酒で、いきなりの言葉に、唐橋アナは、恐縮しきりだった。